これを開けてみよう。パソコンに電源を入れます。で、スイッチを入れて。スイッチが入りました。ランケーブルここに。
ちょっとイーサネットのコネクタがあったんで、まあこれでもいいですか。こっちの方がいい。ここに入れてみよう。強引にここに挿します。ここに挿します。USB を挿します。この数多くある USB の入れてみましょう。入れてみます。USB。もう一個ありました。ここにありました。ここにありますから、これを できました。パソコンレールのパソコンに一応スイッチついてますね。電源で、まあここでここにイーサランケーブルで付けてる。で今日は一応これで置いときましょうか。